こんにちは、ケイシーです。今日はですね、前から気になってたスキー場、五子高原スキー場に行ってみたいと思います。今はですね、五子屋方面から山越し方面へ、国道291号を走ってます。五子高原スキー場までの道は、とっても簡単そうです。国道291号を一回曲がるだけですね。道路は綺麗で走りやすいです。でもですね、それなりの勾配があるので、豪雪時には注意が必要になりそうですね。4WD で来ることをおすすめします。道路標識が見えてきましたね。国道291号は右なので右折します。道路標識が見えてきましたね。右折ポイントですね。左側にスキー場への案内看板がありますね。ここから県道474号を走ります。こちらの道もですね、綺麗で道幅もあり、安心して走れそうですね。もう少しでスキー場に到着なので、もうちょっと待っててね。右手にスキー場が見えてきましたね。五子高原スキー場に到着しましたね。シーズン中この道は車両の通行ができなくなりますよ。オフシーズンならではの貴重な体験ですね。到着です。はい、初めての山越し高原スキー場に来てみました。なかなかの斜度ですね。ここね、ナイタもやってるのでね、ちょっと前から気になってたんですけども、初めて来てみました。一応ね、こう下駐車スペースなんですけども、多分冬はゲレンデになるんでしょうね。リフトがここにありますね。リフトは1本になりますね。こちらがセンターハウスになるんですかね。で、奥に、無料休憩所がありますね。綺麗な建物ですね。いや、でも気持ち良さそうなシャドウですね。ここにですね、2本の、道があるので、この右側はね、ちょっと細くてね、ちょっと自信がないので、左側の道をちょっとね、登ってみたいと思います。
すいません、謎のマイクの不調が発生したようで音量が小さくなってしまったよ。では到着まで景色など楽しんでもらえたらとっても嬉しいです。この道は県道474号になります。ガードレールがなくてちょっと怖いですね。道路が狭いので気をつけていきます。何でしょう？右側に駐車スペースがありますね。Uターンしますね。先ほどの駐車スペースに行きますね。到着です。はい、上の方に登ってきました。登ってきたらですね、ここにね、なんか駐車スペースがあったんですよね。何のための、駐車スペースかわからないんですけども、駐車スペースがありました。で、やっぱりですね、スキー場の方には行けなかったですね。スキー場はですね、多分ここの崖の向こう側にスキー場があると思われます。よく見るとね、こうリフトのワイヤーとか見えるんですよね。ですね、ここら辺ですかね、多分ナイター設備が見えますね。いや、でもこの崖すごいですね。まあ、多分コンクリート吹き付けだと思うんですよね。ちょっとね、歩いてみますね。多分ね、景色がすごいいいと思うんですよ。草がないとこがあったので、もうみんな草でね、ちょっと下の方が見えなかったんですけど、ここだけ草がなかったんで見てみましょう。やっぱり景色いいですね。涼しくはないですね。で、虫も多いですね。やっぱりね、自然ですからね。はい、初めての山越高原スキー場に来てみたでした。今回の動画は、これで以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。
ケイシーでした。